はい、どうも小太郎ですというわけなんですけどね。いや、本日ですね、9月28日めちゃくちゃ忙しいという話ですね。はい、いやね、今日はですね、もうリミットがありまして、8時半にちょっと梅田の、ここを出発してね、梅田のバス停に着かないとダメなんですよね。で、まあそこで笠ヶ岳に行ってね、笠ヶ岳に戻ってきて、そこからね、唐沢行って北岳行って、また戻ってくるっていうね、そこから、今日からでした、4日までというなかなかハードなスケジュールがねありますんで、その山の準備をしなきゃいけないよ。山の準備をしながら、それは当たり前やとね。山の準備プラスね、セカンドチャンネル、今これセカンドチャンネル、これ稼ごうか思ってね、この今日は忙しいぞという動画撮ってるんですけどね、このセカンドチャンネルね、4本撮らなきゃ、忙しいなという話ね、4本撮らなきゃね、4本撮ってアップしなきゃんだね、これね、これ毎日配信なんで、これできるだけ頑張らなきゃんということでね、アップしなきゃんだとね、メイン動画を2本上げなきゃんですよ。やっぱり、ね、長期でね、こうね、こう長期でどっか行くときは動画上げられへんから、ね、動画をこう予約しとかなきゃ、これ大変やないう話でね、日本と予約してからね、行かなきゃんっていうところですね。でね、昨日ちょっとね、飲んでましてね、それね、スタートが遅れた、スタート10時からと、10時から間に合うんかいう話でね、こんなことしてる場合ちゃうぞ、いやでもこれもセカンドチャンネルが仕事やぞ言いながらもね、やっていきたいと思いますね。はい、なんでね、まあそんな感じでちょっと今から準備もしなきゃな、山の準備とね、動画の、撮影とアップ、頑張っていきたいと思いますので、まあそんな感じで、おなさいなら。